それではただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。本日通常国会が閉会をいたしました。この言葉をこの場所で申し上げるのは2度目であります。1度目は6年前、その直後の参議院選挙に大敗をし、その後総理の職を辞することになりました。あの時の挫折を私は深く胸に刻み込みました。来るべき参議院選挙、今の私の気持ちを率直に申し上げれば、チャレンジャーとしての緊張感、それにつきます。この半年間、全力で駆け抜けてまいりました。半年前を思い出していただきたいと思います。長引くデフレ、経済の低迷、外交力を失い、主権に対する挑発が相次ぐ事態、いじめなど教育の危機も叫ばれ、そして遅れる復興、何とかしてほしい、その国民の声に押されて、私たちは再び政権を取り戻すことができました。三本の矢の経済政策は、昨年のマイナス成長を今年のプラス成長へ大きく反転させました。生産も消費も雇用も経済を表す指標はことごとく改善をしています。毎月被災地を訪問し、地道に一歩一歩復興を加速させてまいりました。さらに米国をはじめ、東南アジア、ロシア、中東、ヨーロッパなどの重要な国々を訪れ、世界地図を俯瞰する外交を進めてまいりました。どうでしょうか。半年前、世の中を覆っていた暗く重い空気は一変したのではないでしょうか。政権発足から今日でちょうど半年、安倍内閣を強固な連立で支えてくれた自由民主党、そして公明党の関係者の皆様に御礼を申し上げます。そして何よりも温かい激励と支援をくださった国民の皆様に心から感謝申し上げたいと思います。先日のイギリスでの G8 サミットでは、日本の経済政策に世界の関心が集まりました。日本は再び世界の真ん中に踊り出すことができる、そう感じたサミットでありました。自衛と各国がこぞって三本の矢の経済政策を高く評価してくれました。私たちの政策は間違っていない、この道しかない、そう確信をしています。しかしまだ実感できていない、これが国民の皆様の正直な気持ちだと思います。景気の回復を全国津々浦々に至るまで実感していただきたい。経済政策もこれからが正念場です。要はぶれることなく実行できるかどうか、私はとことんやり抜く覚悟です。ですからこの参議院選挙、負けるわけにはいきません。必ずやねじれを解消しなければなりません。
そう決意をしています。今国会においては、いくつかの重要な政策を前に進めることができませんでした。私の成長戦略を支える電力自由化や再生医療の促進のための法案、NSC 法案など、多くの重要な法案がねじれ国会の下で不成立となりました。誠に残念です。とりわけ裁判所で違憲とされた一票の格差の是正、まあ、いわゆるゼロ増五減法案はねじれに翻弄されました。ゼロ増五減法案には昨年民主党も賛成しました。にもかかわらず、その区割り法案は民主党が第一党を占める参議院で60日以上にわたって放置されてしまいました。可決も否決もしない、意思決定すらされませんでした。定数削減の方が重要だという意見もありました。しかしそのことは、違憲状態を是正するゼロ増五減をやらないという理由にはなりません。まさに決められない政治、そして迷走する政治、これがねじれです。そのため、今週、衆議院の再議決を行いました。参議院の意思が示されない以上、違憲状態を是正するため、やむを得ない、そう判断をいたしました。定数削減を含む選挙制度改正についても、与党案を提示し、議論を積極的にリードしてきましたが、今国会で結論を得ることはできませんでした。民主主義の土俵である選挙制度は、大政党だけで決めるのではなく、少数政党の意見も尊重することが重要です。しかし、各党、各会派の立場が大きく異なるため、議論が進まなかった。これが実態でありました。こうした膠着状況を何としても打開をしていかなければなりません。選挙制度について、民間の有識者が冷静かつ客観的な議論を行う第三者機関を国会に設けることを提案いたします。各党各会派がその結論を尊重して改革を前に進めていくという仕組みです。各党各会派に対してこうした提案を行うようすでに党に対して指示をいたしました。選挙制度改革でも必ずや結果を出したい、そう考えています。そもそもねじれを生み出したのはこの私です。6年前の参議院選挙で敗北をした。その敗北が全ての始まりでした。政治は迷走し、毎年私も含めてコロコロ総理大臣が変わり、日本の国力が大きく失われました。痛恨の思いです。日本のため、このねじれに終止符を打たねばなりません。その責任が私にはある、そう覚悟をしております。昨年の総選挙において、私たちは再び政権に戻り、世の中の雰囲気は一変しました。実体経済は明らかに好転をしています。
国民の皆さん、皆さんの力で政治は変わりました。皆さんの力で経済は変わりました。そして社会も変わっていきます。その力が国民の皆さんにはあります。来るべき参議院選挙でねじれに終止符を打って、安定した政治の下で皆さんと一緒に新しい日本の未来を切り開いていこうではありませんか。誇りある国日本を共に作っていこうではありませんか。そのことを最後にお願いをして、国会閉会にあたっての私の冒頭発言といたします。私からは以上であります。はい、それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。それでは高田さん、どうぞ。フジテレビの高田です。総理もおっしゃられたように、今日で第二次安倍政権発足から半年、そして通常国会閉幕の日となりましたが、この半年間を振り返って、特に総理がこれは成果だと胸を張れるものがあったら成果と、そしてまたこれは改めて課題だと思ったことがあったらそれぞれお聞かせください。そして今日は参議院で安倍総理に対する問責決議案が可決されましたが、その受け止めについてお伺いしたいのと、あとねじれの解消ということをおっしゃってましたが、改めて参議院選挙の獲得議席の目標についてお願いいたします。昨年の総選挙において、私は長引くデフレ、そして経済の低迷、我々はその中からデフレから脱却をし、そして日本の経済を成長させていく、そう国民の皆様に訴えました。同時に外交敗北によって日本の外交力、これは大きく失われたわけであります。その中において日本のいわば領土領海主権が脅かされようとしていた、教育の危機も叫ばれていましたし、危機として進まない復興、その中において、これを何とかしろ、それに対して私たちは責任を持って前に進めていきます。そのことによって、我々は政権に復帰をしたわけであります。昨年の7月、8月、9月、経済はマイナス 3.6%、まさにマイナス成長だった。成長していくどころか、日本の富は、国民の富は失われていました。それを新たに三本の矢でもって、次元の違う政策でもって、1月、2月、3月はプラス 4.1%、マイナスからプラスに変えることができました。そして4月の有効倍率においては、まさにリーマンショック前に戻すことができました。ある意味、民主党政権時代、3年かかってできなかったことを、半年間と、短い期間ではありましたが、しかし達成することができた。つまり、まさにもう成長していくことができないのではないかと自信を失っていた中であって、これから私たちは再びまさに日本を世界の真ん中で活躍する国にできるかもしれないという自信を回復しつつある、そこまで来ることができたと私は思っています。しかし、まだまだ実感できていないという方々がおられるのも事実であります。まさに全国つつ裏裏までしっかりと景気は回復していく、日本は今年よりも来年良くなっていく、この地域も良くなっていくというふうに実感していただくように全力を尽くしていきたいと思います。今日問責決議が可決をされました。まさにこれこそがねじれの象徴だと思います。このことによって、この問責決議によって、残念ながら電力改革のための法案など重要な法案が廃案となってしまいました。景気を回復させていくためにもですね、まさに日本はグローバルな競争を今戦っているわけでありまして、その中で勝ち抜いていくためにはスピード感が必要です。このスピード感を取り戻していくためにも、
景気回復を加速させていく、復興を加速させていくためにもねじれを解消しなければいけない、その決意を新たにしたところであります。はい、それでは次の方いかがですか。それでは林さんどうぞ。北海道新聞の林です。参議院選挙についてお伺いします。総理は先ほどですね、目標についてはねじれに終止符を打つというふうに、明言をされました。これはですね、途中で衆院を解散しなければ少なくとも次の参院選まで向こう3年間はですね、与党が主導になってさまざまな政策決定を図れる、このような政治環境を作る、これが目標だというふうに認識をしております。そのような目標を掲げているということであれば、やはり短期的なですね、課題にとどまらず、先ほど総理がおっしゃった誇りある日本、これを作るためにですね、どのような政策を中長期的な政権運営のですね、柱に据えようと考えていらっしゃるのか、これをお伺いしたいのと関連してですが、その総理が描く国家像に照らしてですね、向こう3年間で現行憲法のどの条文、どの条項を改正、あるいは改正に向けた道筋をつけることが重要だと今お考えなのか、すでに自民党は憲法改正法案を発表しておりますけれども、これを踏まえた上でですね、総理ご自身のお考えをお聞かせください。まずはじめにですね、この参議院選挙において、ねじれを解消して、政治の安定を取り戻さなければ、日本の国力が回復しない、これは間違いないんだろうと、思います。そのために私は全力を尽くしていきたいし、その責任が私にあります。そこで、この参議院選挙でねじれを解消する、つまり与党で過半数を目指していきたいと、こう考えています。その上においてですね、日本は15年間デフレ経済が続いてきました。このデフレから脱却するために次元の違う政策を今行っています。しかし15年間デフレが続いた国がデフレから脱却をする、これは大事業なんですね。歴史的な大事業だと言ってもいい、そう簡単なことではないというふうに私は認識をしていますし、覚悟をしています。すぐにそれが達成されるという問題ではありませんから、まずはこの3年間ですね、政治の安定を得た3年間、基本的にはそこに集中していく。つまり経済の力を失った国は国力を維持できませんから、外交安全保障においてもですね、力を発揮することはできません。国の力、国の誇りをですね、しっかりと確保していく上においてはですね、強い経済力を勝ち得ることが必要ですね。そこにまず、基本的には集中していきたいし、そう簡単なことではないんだろうと思っています。同時にですね、今おっしゃった国をの形を作っていく憲法改正、これは立党入り内の理念であります。当然この憲法の改正にも取り組んでまいります。まずですね、憲法改正については、私は先の衆議院選挙において96条から始めたいというふうに申し上げました。そのことによってですね、いわば我々が憲法の理論をリードする形ができたことによってですね、憲法改正、これはあまり、リアリティを持った理論ではなかったんですね。初めてリアリティを持った理論、現実にこれはもう憲法改正というのはだんだん現実的に政治課題として、これは、現れつつあると国民の皆様にも認識していただいたという意味においては、まず第一段階の目的は私は達成できたと、こう思っているんです。その上においてですね、次は、国民投票法が、先の、安倍政権において、第一次安倍政権において成立をいたしましたが、この国民投票を、実施するためのですね、投票権、非選、投票権をですね、18歳の年齢に、引き下げていくためのですね、法整備があります。民法の権利義務との関係も含めてですね、どう考えていくかということを議論していかなければいけないし、あるいはまたこの国民投票に付する、ものをですね、憲法のまさに必要的な改正案だけに限るのかどうかということも含めて議論しなければいけませんし、公務員の公益性、この3つの課題が宿題として残っておりますが、まだこれが解決をされていない、
これを解決をしていく、解決をしない限り国民投票できませんから、これは当然やっていく必要があるんだろうなというふうに思います。その上においてですね、憲法改正というのは国会、普通の法律は国会で2分の1の議員が賛成すればこれで完結をしますが、憲法の場合、これは我々の改正案においてもそうなんですが、2分の1の国民の皆様に賛成していただかなければですね、投票した投票数の2分の1、過半数がなければ、いわば憲法を改正できない。つまり決めるのは国民の皆さんなんですね。これがいわば一般の法律とは基本的に国会で完結をするものと、国民の皆様が直接決めるもの、国会を発議するということでありますから、つまり国民の皆様の中において議論がどれぐらい深く広く、この議論がですね、深まっているか広がっているか、あるいは変えていく方向について共有されていくかということが大切なんだろうと思います。そういうものをよく見ながらですね、消息を、国民の皆様の理解と消息を合わせてですね、条文をどういうふうに変えていくか、それが果たしてどの条文なのかということも、我々で慎重によく議論していく必要があるんだろうと、このように思います。時間が過ぎておりますが、もう一問だけいただきます。それじゃあ竹内さんお願いします。ロイター通信の竹中です。失礼しました。ロイター通信の竹中です。原発政策に関してお伺いしたいんですが、最近の世論調査を見ますと、国民の半数ほどが原発の再稼働に反対をしていて、賛成を上回っているようです。将来的な脱原発を志向していて、原発の輸出にも反対する有権者も多いようです。この国民が向かいたいと思っている方向と政府が向かおうとしている方向というのに、多少ズレがあるのかなというふうにも見えるんですが、このことに関してはどういったふうに思われるでしょうか。今後ですね、原子力政策を進めていく上において、過酷事故によってですね、未だに避難生活を強いられている方々がたくさんいらっしゃることをですね、忘れてはならないと思います。その方々のですね、お気持ちを常に念頭に置きながら政策は進めていかなければいけないというふうに私は肝に銘じております。当然ですね、原発については安全第一が原則であります。その安全性については原子力規制委員会の専門家に判断を委ね、新規制基準を満たさない限り再稼働については再稼働しない、これが基本的な私たちの立場であります。原発輸出についてはですね、東京電力福島第一原発事故の経験とですね、教訓を世界とともにですね、世界に共有することによってですね、世界の原子力安全の向上に貢献をしていく、そのことが我が国の責務であるというふうに私は考えています。今般の中東や東欧への訪問においてもですね、各国から我が国の原子力技術への高い評価があったのは事実であります。原子力輸出についてはこうした相手国の意向や事情を踏まえながら我が国の技術を提供していく考えであります。はい、以上をもちまして総理会見を終わります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。